する？いいかな、やってみて。うん、なってきた、なってきた。あ、待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。あ、いけた。ちょっと待って、ちょっと待って。これこっち側しか見てへんねん。いけた。こんにちは。ありがとうございます、ゆめちゃん。こんにちは、欅坂46の田村ほのです。吉川凛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、こんなお昼時にすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。お髪切ったって。切ったよ。切ったね。やばい。かりんちゃんちゃん髪切った髪切ったからじゃないかな。切りましたね。結構切ったね。後ろめっちゃ短いかってな感じで。ってな感じで。イエーイよっ。元気ですか。元気。え、元気やな。うん、結構元気ですよ。ほのちゃん髪の毛長い。そうなんす。伸びたくない？すごくない？うん、長いな。うん、めっちゃ伸びました。なんかツアーの時に一回覚え、知ってる？知らん。なんかツアーの時に結構短かったんですよ。なんか共和国でめっちゃ髪傷んじゃって、そう切ったらなんかほんまにこのぐらいやった。そうやったっけ、うん、なんか切りすぎたって思った時期があって。伸ばした？うん、伸びた。勝手に伸びた。勝手に伸びた。アンビバロン。アンビバロンの子みたい。ほんまに。確かに、確かにそうかも。確かに、うん、こんにちは。1万人やって。1万人ありがとうございます。ありがとうございます。うん、でもめちゃかりコンビやって。あ、確かにそうよね。ああ、あれね。めちゃかり、うん、福かり放題めちゃかり。そうなんですよ。なんか、ま、来てたな。撮ったな。何な、面白かったあれ。え、これ、あ、やめとこう。何、気になる。気になる、気になる。何、あ、やめとこうか。うん。トゲトゲ、そう、トゲトゲ、そう、痛いよ。わー、やばい、すごい、めっちゃすごい早いな。かりんちゃん、切れてんだよって。え、切れてる？こっちにかな。あ、ほんと？え、あれ、ほんと？ほんとですか？嘘か？すいません、なんかですね、あのコメントでもいっぱいありがとうございます。研修生が、欅坂46 2期生に6人かな、はい、入ってきてくれます。あ、すごいね。うん、なんか同期になります、うん、あの同じオーディションを受けて合格したメンバーなので、うんうん、同期っていう扱いに、はい、なるんですよ。なります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分めっちゃ不安なこととかあると思うし ね、 やっぱり今あるの、いろいろあるので。でもうん、やっぱり同期だけど1年多くはね活動してるので、うんうん、何か力になりたいというか、なんだろう、一緒にうん、ね、頑張っていきたいですこれから。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね。まだ会えてない ね、 うね、うん、まだオーディション中もあんまり、うん、なんか他の人と喋ってなかったから、うん、ほぼほぼ初対面っていうか、そういう感覚がちょっとあるから、そう、これから喋っていけたらなと、うん、
同じくです、うん、でも2期生今いる2期生の9人が違っちゃった9人もしゃあの配属するまでみんなお互い多分ほぼ喋ったことなかったよな、うん、なかったね、うん、本当にそんな感じほんまに最初の感覚やんな、うんうん、言ったらだったので全然、うんうん、そんな感じかな。そんな感じだよ。2期生15人あそっか多いね多いな15、うん、すごすごいな。なんかできそうやな、うん、なんかしたいね。15人もいたらね、なんかしたいけどね、うん、広がるね夢が。何がしたいかな15人いたら。あ、え、研修生って全員で何人ぐらい言いはったんやろ。15人ぐらいかな。誰か誰か、あ、15だよ。15か。あ、じゃあ一緒。ツアーはさ、されてたやん、研修生も、うんうん、だからなんかうちらはさ、おもてなし会さ、うん、9人でやったやん、うん、結構少なくてさ、なんか迫力とかもさ、確かに難しくって、うん、大変だったんですけど、うん、増えるとね、また楽しいですね。確かに不思議、今不思議な感覚に陥ってる、うんうん、すごいわかる、わかる、うん、それすごいわかる、うん、かりんちゃん機嫌よさそう普段よくないみたいなうん早く会いたいって。そうですね、そうなんですよね。会いたいです、ね、いただけて嬉しいよね、うん、いや本当に本当にそんな言ってもらったことはなかったもん、うんうん、そうやね人生でね人生でなかった。嬉しい、嬉しい、嬉しいです。私たちも同じ気持ちよね、うん、頑張ります。私たちが、うん、頑張ろう、うん、もうそれしかね。そうだよ。あ、大きな声で喋ってくださいやって。あ、ごめんなさい、わかりました頑張ります、頑張ります、頑張りますよ。うーん今思った読もうと思った。本当にすごい。でも世界どこでも見れるってことか。あ、そういうこと。え、すごってことやな、ニューヨークから見れるってことは、うん、すごい。あ、でもなんかトークとかでも、うん、なんか他の国の方からとか、あ、ね、うん、握手会とか。あ、そうね、確かに。なんか違う国の方が来てくれる、うんうん、そうそう、すごいなって思うよね。本当にございますって感じ。なんか拙い日本語ですいませんみたいな感じで送ってくれるんですけど、うん、いやいや、もうなんか頑張ってさ覚えてくれてるって思ったらさ、うん、なんか愛おしく思えない。わかるよ、すごい頑張って。二人のメッセ取ってるよ。お、本当ですかありがとうございます。送ってるちゃんと送ってますよね本当ですか。送っています。あの昨日3件ぐらい、うん、お送りました。どうですかねねえ、そう、撮ってる人とカニちゃんだけの秘密やから。いや、そうね、言えないですよ。そうだよ。んえ、んいや、見た見た、そ見た、うん、そうなの。嘘やん後ろなんか嘘つかないと二人のコンビ名はめっちゃ言われる。何そんなことないよな別に。うん、ないですね。そんなないよ。ほのかりんが多いですね。じゃあほのかりんで早イエーイ。ほのかりん誰が決めたんやろな確かに一番最初の人すごいな。うん、一番目称号を称号をあげます。おめでとうございます。あ
りんちゃんからの称号適当やな。そんなことない、そんなことないです。質問読む？はい、あのですね、あのトークで今日ショールームしますって送っててな、はい、あの質問を募集したんですよ。はい、ちょっと答えようかなって思います。早速だね。はい、早速早速早速。じゃあどうしよう、どんな感じ、一つ一つしてなんかこう答えに行くか、うん、はい、行きましょう。募集した、募集し、はい、はい、諦めないで締めることうん、じゃあ先行きますね。じゃあ、はい、何しようかな。じゃあ2人の共通点はありますか。あー、それ来た来た、うん、しょしょ、何だろう、共通点何やろな。でもあると思う、共通点、うん、共通点、うん、え、共通点、うん、まあそうやな、大阪。あ、そっかそっか、あ、確かに関西、大阪出身なんですよ、二人とも。そう、そうなんです。確かにそう、共通点かも。ごめん、めっちゃ話変わるねんけど、何あの受験生のみんな思い出してコメントを見て、そういえばと思って、うん、頑張ってください、頑張ってください。もうすぐ、ほんまにもうすぐですよね、受験。就活とかもなんか結構、あ、うん、今その時期なんかなって感じ。すいません、めっちゃ変わってしまったけど、うん、頑張ってください。本当に応援してますね。はい、はい、頑張ってください。そう、キラキラか、応援してます。あ、でも受かりましたっていう人いっぱいいる。受験、うん、試験受かりましたって、そういう、どうなんやろ。あ、うん、そういう人もいるし、うん、まだこれから受験だよ、時期が、うん、そうなのか。かりんちゃんも今年で高校卒業やもんな。イエーイ。え、もう高校卒業するって大人になったなって。そうよな。え、だって2期生の9人はてんちゃん以外もう全員てか、日焼け自体さ、そのもともといた人たちはてんちゃん以外全員学生卒業してしまったんですよね。わあ、てんは中 2? てんちゃん、あてんちゃんは中 2? 次中 3? 次中 3? すごい、大人っぽすぎるな、うん、すごいね、すごい。2万人ありがとうございます。全部が全部急なんですけど、ありがとうございます。15分始まって、わーい、わーい、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。話がそう難しいな、話つなげるの、ほんまに難しい。ピース、はい、ピース、ピースルンちゃんって来てる、ルンちゃん、ルンちゃん、二人とも犬っぽい犬。質問や、はい、質問に戻ります。え、な、何、もう答えだっけ、さっきの、うん、関西出身。あ、そう、いや、みんな大阪出身です。はい、はい、そうですね、うん、はい、私はね、うん、うん、じゃあ、うん、じゃあ
あ、ケーキかけ、そうや、そうですね、本当だ。ケーキってかけない。うん、そう。見てください。よろしくお願いします。うん、じゃあ選んでくれて、はい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 、はい、じゃあ、うん、あ、お互いの第一印象と今の印象、うん、これ結構多かったね。うん、このも来たな。第一印象は覚えてる？あ、でもショールームしてたから、かりんちゃん、うん、だからなんやろでもショールームしてる子やなっていう第一印象でした。普通に何やろ。あ、でもそのショールームかりんちゃんがしてたから知ってたんですよ。私は個人的にかりんちゃんのことを、まあ、顔しか知らなかったんですけど、うん、そうなんですけど、最終審査の日にその会場について入ってくる時に、たまたま前にかりんちゃんがいて同じタイミングで入ったんですよ、うん、その会場に、うんうん、そうね、そういう、それは覚えてます。めっちゃ、うん、そうなんだ。そうそういう裏話がありました。裏話、うん、ないな。裏話、今の印象は何だろう。むずいな、今の印象か。そう言われると、うん、でも変わったっちゃ変わったけど、変わってないっちゃ変わってないです。あ、そのまま、うん、なんかそのままといえばそのままやけど、でもなんかいつの日からか話すようになって、そう確かに。でなんかそれからはなんか懐いてくれてるじゃないけどなんかそんな初めはそういう感じじゃなかったんですよ。なんか、あ、そう、うん、結構人見知りしてたのか、うん、誰ともそんなに、なんかなんかみたいな感じだったんですけど、うん、なんか今はね、そう前も膝に来てくれたんですよ。皆さん知ってますか？ほんま最近、超最近、なんか座ってたらシャキーンって来てくれて、可愛いなと、なんか妹みたいな感じですね。うん、嬉しいね。そんないいな感じです、田村は。はい、じゃあ藤吉は、うん、藤吉はね、うん、第一印象、うん、でもなんかさ、うん、セレクションの時にダンスレッスンあったやん、うんうん、なんか3曲ぐらい習ったっけ、うん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 、それで、うん、ダンスレッスンしてる時に、うん、前の列に炎がおったイメージはある、うんうん、何それどんなイメージ？なんかさ、いつもレッスンしてる部屋あるよ。あ、あるあるある。その左端で、あ、いた、そこにいた。覚えてる？左端ある？そう。左端で踊ってて、カリも左端で踊ってて。あ、そうやったかも。そう。思い出してきた。思い出してきた。うん、懐かしいよな。思い出してきた。そう、それで、うん、あ、頑張ってるみたいな。頑張ってるってか、みんな頑張ってるけど。じゃあ、なんかその前、見える位置にいたから、うんうんうん、その踊ってるイメージが強い。あ、最初、あ、分かるよ。なんか性格のイメージっていうよりそのイメージが強いかも。そうです上からそういうことじゃないです。そういうことじゃない。あ、違うごめんなさい。そのみんな一緒に頑張ってるけど、うん、そうだね。そう、前にいたイメージがね、強かった、うん、そうあったかもね。そんなことも、うん、今は普通にお姉さんみたいな感じだ、うん、大人です結構。本当に？うん、なんか最初は思ってなかったけど、うん、なんか違う、なんか幼い感じの人かな、うん、勝手に思ってたから、うん、でも大人です、ちゃんと。嬉しい。大人なんですよ。大人ですね。21なんでね。いや、21って大人だよ。大人よ、もう今年で22よ、うん、はい、じゃあ次行きます。じゃんじゃんじゃん。じゃあですね、ちょっとコメント見ますか。年明け取っちゃって
だことないよ。新メンバーとまだ会ってないですよ。会ってないです。もうすぐかな。お昼ご飯食べてないです。そう、あ、そんなことないよ。はい。ありがとうございます。たくさん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 、ありがとうございます。はい、じゃあ言いますね。なんやろね。あ、2人でロケに行くなら、うん、どこで何がしたいですか。そう、来た。これはね、ぜひとも公言したいね。うん、叶えたいし、これで叶えられるかもしれないからね。そう、どこがいいと思いますか。これ叶えたらここに見てくれてる人たちみんな、うん、すごいよ。本当にそう、皆さんのおかげですと。ユニバ、いや、もうめっちゃ行きたいです。最近もう本当にユニバに行きたいってもう口癖のように言ってます。もう本当に行きたい。ね、そうそうそう。でもロケで行ったらジェットコースター乗らされそうで。そっか、無理やもんな。そう、でもなんか最近、うん、そのテーマパーク行った時に、うんうん、乗ったんやんか、うん、ジェットコースターに、うん、でもなんか意外と行ける。え、でも調子乗ったこと言ったら怖いけど。それはあれよ、あの、そのそんなに怖いやつじゃない、うん、なその場所が。あ、そういうことかな、うん、そう、ほんまにそうなんです。あんまり調子乗ったこと。でもちょっとなんか乗りたい、わかるよ、欲が出てくるのはあるけど、うん、でもあんまり調子乗ったらな。ほな、うん、乗れるようになったんで。いや、すごい。え、すごいよな、うん、仮に乗れへんくなった人やった。あ、ほなもでも乗れてて、乗れへんくなって乗れるようになった。おー、いいな。イエーイ、乗りたいですよ。富士急泣いてたな。めっちゃ泣いた。あのロケ面白かった。カニちゃんなんかずっと泣いてた。面白かった。怖くて怖くて。そうやな、怖いよな。みんなビビってたよな。ビビってた、うん、なんか生きる人でもちょっと、うん、な、怖がってましたよ。あれは怖いよ。怖いよね。でも楽しかった。長いし、めっちゃ。え、長い。めっちゃ長い。みたいな。なんか、え、大丈夫かみたいな。そう、長いよ。そうそうそう。井上。何？井上なんかビーで引っ張ったから。何も言ってない。井上がセーター着とって、カリンが、あ、もう怖すぎて。あったな。そう、めっちゃ引っ張っちゃったっていう。あ、そうやそうや、うん。なんか懐かしい。うん、懐かしい。懐かしい。ね。うん。そうね。ユニバね。じゃあロケちゃんと言っとこうや。うん、あ、そっか、教えた。何？どこ行こう。どこやろ。うん、どこがいいんですか。ロケ、ロケね。どこ、なんかいいとこありますかね。あ、滋賀。滋賀。滋賀ロケね。滋賀ね。でも滋賀の何？うん、湖？うんうんうん、うん、とか琵琶湖。行ってた。え、そうなんや。うん、海はなんか嫌い。うん、一緒。ベトベトするし、うん、いや、怖いって言ってた。そこはえのに。でも湖やったらなんか綺麗っていうか、うん、そんな気がする。うん、なんか海水はちょっとなんか、うん、あんな北海道。あ、北海道いい。北海道、北海道めっちゃ行きたい。いいんですか、そんな。北海道で行った。違うね、違うね。北海道いいよね。海鮮とか美味しそうだし。そう、この今行きたいところに山形も一つあって、なっこさんがね、ケアかけで、そう、プレゼン。めっちゃいいところだった。やばいよね、もう行きたい。びっくりした。銀座温泉いいね。超行きたい。行ったことないです。うん、うん、ないかな、ないか。心霊スポットっていい。大丈夫です。見える？いや、見えへん。から、うん、なんか最近見れるようになったホラー映画とか。あー、そっちか、びっくりした。ちょっと言うのなんかだ。見えないから全然、うん、このホラー映画全然最近見ます。本当？うん。見えそうだって。いや、見えないよ。まあじゃあ北海道に行きたいということで。北海道
海道行きたいです。行きたい。花粉症じゃないです。花粉症です。あ、でも若干花粉症かも。花粉症光るとかね、花粉症だね。そうなん、なんかこの肌が荒れるかも、その花粉の時期に。あ、うん、厳しい。そう、厳しいですよ。うん、いいよじゃあね、考えてくれてます。ありがとう、皆さん来てくださってありがたいよ。何時までやるのって、ね、3時かな。2時くらいから始めたから3時かな。じゃあね、うん、じゃあ、いや、これさっき言ったか、でも、うん、あ、じゃあこれにしよう、うん、欅の曲で一番振りを覚えるのに苦労した、難しかった曲は、いや、もうこれ一択。あ、多分一緒かも。一緒、一緒なので、風に晴れちゃうアミバ、うん、分かるよ。アミバ、しかも覚えたのがめっちゃ、え、なんていうん、うんうん、え、音楽番組やんな。そうそう、うん、音楽番組で、おととしのね。そう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 、ちょっと出てたんですよ。そうなんです、うん、入りたての頃にね、そう、ちょっと出てたんですけど、それでちょっとなんかね、難しい、本当に難しくて、うん、しかもなんかさ、そんなに覚えることにも慣れてない時期あったしな。覚える期間も少なかったしな。それで余計、うん、ね、確かにやばかったね。ちなみに私は風に吹かれてもです。風吹か、うん、風吹かめっちゃ難しかった。なんかみんな結構大抵いい1日で覚えられるんですけど、結構みんな結構苦戦して、うちんちじゃ厳しかった。覚えてない、あんまり。そんな、ゆいちゃんしか踊れてなかった。そうだっけ、うん、踊れなくて。覚えてない。そう、そう、大変だったな、風邪が。難しかった、風かね、うん、あと、あのおもてなし会で、あの音楽室に片思いを1日だけ、あ、そうやったんですけど、めっちゃ難しくって、あれ、ね、なんか脳トレだったんですけど、確かに苦戦してたイメージあるかも。難しかったです、めちゃくちゃ。うん、そう、ね、懐かしい、ね、懐かしいね。1日だけやったな。そう、1日だけやったよねやったそうなんですよね。難しかったです。そうなんですよね。ちょっと読んでから次行きますね。はい、夕日3分の1も良かったよって。あー、やってたね、一日やったね。そうね、よかった、好き、夕日3分の1。あ、これも好き。な、いいよな、めっちゃいい。うん、片ミラ難しく、片ミラなんかでも、うん、なんやろ、そう、うん、なんか体動かす系やん。あ、なんか脳トレ系の方が結構難しかったりするかもしれないです。脳トレ、脳トレとは、うん、って聞いて、あ、なんかなんて言ったらいいんやろな。例えばなんか太陽を見上げる人を選ばないとか、なんか手だけでこういう振りが多いのとか、なんか体を動かすとかいうよりかは、うん、そういう感じの、うん、そうがちょっと苦手かな。風吹くとかなんかさ、細かい動きが多かったりするんで、足のさ、ステップみたいなのが難しいよな。そうかな、懐かしいぜ。うん、はい、じゃあちょっと読んでて、コメント。オッケー、探すの。君がいないわ、私。出てない、君がいない、出てない、どっちも出てないいいよな、出たいよ。いつもさ、ライブやってる時にさ、うん、舞台のさ、下でさ、うんうん、カメラ、うんうん、あるやん、それで見てる、うん、モニター、そう、モニター、うんうん、めっちゃ綺麗。あー、やばい、ドームやばかったな。東京ドームの時めっちゃ綺麗、水がね。そう、すごかったんですよ。めっちゃすごかった。そうなんです。じゃあね、おー、ノートレって欅用語だって。違う、違います。世間にあるよね、多分。うん、じゃあ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 、め、あー何だい、じゃあどうしようかな。うん、あ、じゃあ1期生とのエピソードありますかっていう
もう質問が来たんですけど、個人的になるほどあの自分の話じゃないんですけど、かりんちゃんの話になっちゃうんですけど、私そうあの最近ってか、石森さんとさあの会った時に最近なんですけど、なんか挨拶した後に石森さんがかりんちゃんにこうやって手振ってて、でかりんちゃんも石森さんにこうやって手振り返してて、なんかあーなんか仲良くなったんだってかなっていうの微笑ましいなってそれ見てめっちゃ思って、そう、うん、そういうエピソードがありましたね。そうあれかにじかさん、そう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 、なんかでも今まで学校とか普通に行ってた時もなんか初対面でなんか馴染みやすいなって人と、なんか人見知りしちゃうなって人が分かれるのがある結構で、にじかさんは結構なんかにじかさんフレンドリーな感じやから、そっちの方が喋りやすいのはある、仲良くなったんだなと思って微笑ましかったです。嬉しい、そう平和だね、うん平和だね。他は他なんだろうね、他ね、なんだろうね、小林さんが、うん、スタンプを、うん、プレゼントしてくださいました。そうスタンプが送られてきて急に、そうスタンプをプレゼント、私の好きなキャラクターのスタンプを、そう送ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったです意外、そうそう、めっちゃ可愛い、ね、うん、可愛い、でも本当に優しい、優しいですよ本当に。なんかレッスンの時とかさ、うん、教えてくれるのってやっぱ小林さんだったりするから、うんうん、ありがたいな。そう見てくれてるんです、ちゃんとめっちゃ気にかけてくださってて、そうそう、ブログとかさ、うん、読みました、読みました、ありがとうございます、嬉しいです、嬉しいね、うん、3万人の皆さんありがとうございます、嬉しい、3万人3万人すごい話ですよ、すごいね、お昼よ、超お昼よ、日曜日の寝るよ、ね、眠くないの、え今日日曜日か、そうよ、みんなお出かけとかするのか、ね、するお出かけ、うん、最近やばいんですよ私、うん、そうなんか前までなんか本当びっくり、多分引くぐらいインドアだったんですけど、うん、なんか最近な、うん、結構出かけてるよな、うん、そういうイメージはある、一人でね、うん、フラフラしてるんですよ、いいことですよ、そう楽しんでますよ結構、うん、かりんちゃんもでも案外行ってるよな、私も出ますね、うん、前よりは出るようにして、そうよな、そうね、コロナ気をつけます、あ、気をつけま、うん、気をつけてください、そう皆さんもね本当に気をつけてくださいね、どこ行くの、内緒だよ、うん、内緒だよ二人で出かけることないね、ないね、出かけたことないね、ない、なんか家に来てくれたりもするんですけど、うん、ね、けどどっかに行ったことはないかな、ない、それで言うとメンバーと、ね、あ行かないけどね、私もですみんな行ってんのか、うん、いや行ってるっぽい、あ、そう行ってるっぽいっていうかな、昨日たまたまその話を井上としててなんか、うん、メンバーとどっか行くみたいな、うん、井上はねなんかほとんど全員と行ったことあるっぽかった、うん、けどなんか約束してて、多分全員と行くかは多分約束して、うんうん、けど行けなくなってしまった人もいて、まだ行けてない人もいるらしいんですけど、うん、ほぼみんなそういう感じらしい、すごい、ね、すごいね、あんまりだな、行けてないな、うん、まず自分から誘わないんでね、誘ってくれないと行
かないんですよ。手をつなぐな、つないでないよ。いや、この下でつないでじゃないか。やばいやばい。そんな、そんなやばくない。あ、でも、あ、わかる、何か。ね、そんなことも繋いでた時もありました。そういう変な意味じゃないんですけど、ね、アンビバのね、そう、それこそ一昨年のアンビバレントにね、ん、出た時にあのレコード大賞さんかなに出た時に、初めてあの時歌番組2回目とか、なんか初めてやった気がするんですけど、かりんちゃんがなんかめっちゃ緊張してて、まあ、私もめっちゃ緊張してたんですけど、初めなんか並んで司会の方と菅井さんとかがお話ししたりするんですけど、その時に2人で手つないで震えてました。あれはもうやばかったね。もうあれの緊張のおかげで今緊張しないのは、あ、ちょっとある。緊張しないんや。あんまりしなくなってしまった。2期生多いよな、緊張せえへん人。んなんかひーちゃんとかも、森とひかるちゃんなんですけど、ひーちゃんとかも緊張に強くて、うん、すごいなって、頼もしいやって。でもレコード大賞もやばかったね。やばかった。うん、なんか2人で直前まで、そう、ね、あれはね、震えてました。ビビり倒した、ね、でもやってみたら意外と一瞬なんよね。うん、そう、何なんで消えんの、さっきか、怖い。目が痛い。あ、そういうことか、そういうことか。目が痛いそうです。目が痛い。あれちゃん、目が痛いそうです。いやいや、その間にそんな感大体ビビビビリビビリではない。うん、正直ビビリですよ。いや、ビビリですか。ビビリです。見えないですね。本当？うん。ビビリですよ。けどなんかビビ、なんか意外と強いなってイメージはある。うん、うん。めちゃくちゃ嬉しい。それはほんまに。そう、生きててよかった。そうね。そう思います。はい、じゃあ、あ、ちょっと待って、あ、井上見てるんで。井上が見てるそうです。ありがとう、ちゃんとほんまに見てくれたんや。ちゃんと起きてた、心配してたよな。昨日さ、見てくれるって言ってたから、そう、連絡来ました、ちゃんと見てるで、キリンマークって。えらいです、井上。ちゃんと起きたんだ。えらいぞ。井上、何してんや。ひひひ、井上パー。懐かしいな、それさ。井上で、祈り大好きだって。ものも好きですよ。皆さんに負けないぐらい。見てるって言われたら嬉しいなってきました。私はね、一回マリナちゃんに、あの、見てるよって言われて、この画面越しに、めっちゃ嬉しくって、うん、ファンの皆さんの気持ちが分かるなと思ってっていう話をしてたら、うん、見てるって言われたら嬉しいな、わらわらってきました。可愛いですね。そう、井上愛されキャラ、なんかさ、前もさ、うん、ゆいちゃんとマリナちゃんに遊ばれてたようなおもちゃみたいに、あ、遊ばれてた。面白かった。あれ面白かった。助け求められたんですけど、二人に一緒にいたんで、けど、な、ほら、うん、見てたな、うん、面白かった。ぼーっと見てた、うん、ぼーっと見てた。はい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 、じゃあ次行きますね。次本のやっけ。あ、私ですかね。じゃあお願いします。りんちゃん、しゃべりなさい。喋りなさい。私喋り喋ります。お願いします。じゃあ、はい、じゃあ一番好きなケアかけの回、
はどれですか？あ、これね。炎は羽生さんかな。あ、ハブニャリーは面白くて面白くて面白いな。でも本当にめちゃくちゃ笑いました。でもなんか気がかけ結構炎ずっと笑ってますね。面白くて隣の席になった時にめっちゃ笑ってることが多い、うん、ずっと笑ってる、うん、もうずっと面白いです、うん、結構何でも面白くていいことだよ。ハーブさん、ハーブさん、そうそうそう、面白い、あれ面白かった本当に。もう楽屋隠し撮りめっちゃ懐かしくない？懐かしい、あ、懐かしい、あったなあったな。うん、かりんちゃんは？なんだろう、なんかさ、うん、え、あれなんだっけ、なんかさ、みんなでめっちゃ最初にジャージ着て、うん、あの先輩方ゾンビの、あ、はいはいはい、リサさんとペアやったやつね。そう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 、うんうんうん、あれが楽しかったかな。またね、ゾンビね。そう、ゾンビのやつあったね。そう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 、あれは楽しかった。楽しかったね。はじめましてって言ってたな、リサさん。あんまりお話ししたことなかったから、ね、うん、あの頃はね。あ、そうですね、吉村さん、うん、いやー笑った、もうほんまに面白かった。あのわさびもうえ口から出てたの出てる。あれほんま、あの、うん、モザイク多分かかってたよな、テレビでは多分かかってたと思うんですけど、あれってもろ見たもん。本当にもうすごくってこんなんなるんやって感じじゃない、うん、本当にすごかった。面白かった、面白かった、あれ面白かった。うん、よかったね。大笑いやな、楽しかったです。笑った。優しいです、吉村さん。優しいですよ、うん。本当に優しいです。いきます、じゃあ。あ、何やっけ、なんか次の質問今言おうとしてんけど、ちょっと。皆さんも質問があれば、こちらにどうぞ。どうぞ、どうぞ。俺も優しいって来てた。本当ですか。でも皆さん優しいですよね。本当にそう思いますよ。やっぱ優しくされる方が嬉しいです。ね、やっぱり。なんか喋って。はい。じゃあね。うん。うん、ごめん。いいよ、あ、いい、じゃあ言います、うん、かりんちゃんはロングにしない、ほのちゃんはショートにしないって。あ、しないね。しないか。でも一回やったくない、ロングにしたいみたいな言ってた時期。なんかそう、いや将来的にはしてみたいけど、うん、ちょっとショート、うん、でも伸ばせないっていうのがでかいね、うん、そうよな、すごく変わるもんな髪型。そう、なんか髪型、なんか飽き性ですごい髪型を変えたくなっちゃうことが多いので、うん、そう、いいじゃないの。あなたは？あ、ショートね、したいんですよ。てか、あの、一回ショートに本当にしようかなってなった、なったっていうか思ってた時期があったんですけど、ちょっとやっぱり全体のバランスとかいろいろあって、そんな簡単にはできないから、うん、今はまだロングなんですけど、いつかはね、いつか切りたいです。楽しみですね。それはそれは、まあ、うん、そうね、絶対似合うんだって。イメージつかない。でもずっと短かったよ。そう、うん、言ってたね。そう、かりんちゃんより短いよ。いや、それの羽生さんみたいな感じ。あ、うん、そんな感じかも。よいしょ。なんかその、あ、言っていいんかな。いや、いいじゃん。あ、ダメ、分からない、ピーみたい。あ、じゃあ話して
って言ったら大丈夫かなみたいなみんな伝わってると思うけど、うん、多分ね、とみたい、うん、あ、そうそれです。金髪に染めてほしい、小林さんがね、うん、今ね、うんうん、役でめっちゃ綺麗だった。そう、びっくりした、初めて見た時びっくりして、うん、びっくりだね。え？急に、確かにびっくりした。けどすっごい似合ってるよね。そうそうそう、似合ってる。何でも似合うんですよ。いや、そうなんですよね。今日誕生日おめでとうございます。おめでとう。わーい、わーい。じゃあこの星をどうぞ。なんかないん、かりんちゃんからプレゼント。いや。おめでとう。おめでとう。パチパチパチ、おめ、あ、みんな優しいみんなコメントでおめでとうってみんなお祝いするよ。すっぴんですかって、ええ、全然なんか、これ前もショールームした時すっぴんですかって、でも光があるからね、ちょっと飛ぶのかな。うん、なんだい、アニメ見てる？アニメ、アジン見てます。うん、初めて聞いたかも。アジン？アジン。夢？夢、なんか死なない人間みたいな。へえ。アジンは面白いです。だってさ。ハイキュー、ほのも見てます。ハイキュー、うん、見たことない、超面白いよ。なんかそれの話でさ、前マリーナちゃんと盛り上がった。あ、松田ちゃんアニメ見てるイメージ強いかも、うん、見てるよ、ヒカルとか、ヒーちゃんとね、うん、そうそうそう、あの二人に聞いた方がいいです、アニメは、うん、あ、ヒーちゃんだったっけな、盛り上がったの忘れちゃったどっちかに聞けば、どっちかと盛り上がりましたね、やっぱり強い、ね、マリーナちゃんか、なんかマリナちゃん誰でも好きみたいで、そのアニメの出てくる人、そうなんか一人に絞れないって絞ってくださいね、くださいね、あ、あ、え、49分やで、あ、やばいやばい、あ、やばいやばい、じゃあやばいやばいやばい、じゃあ皆さん急やなじゃあ皆さん、はい、あ、そうか、かりちゃん、はいはい、じゃあコメントあります、はいはい、おい、今までの、ね、今までで一番の思い出、はい、え、欅の活動は、え、難しくね、むず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 、一番の思い出、むず、え、むず、そういうとこの1年じゃないむずいよ、あー、え、ってこと、ん、え、え、かりん、共和国結構好き、あ、共和国ね、なんか外でライブできるのが面白くって、わ、うんうん、かる、いろいろできるしな、オーディションとか、オーディションのね、あ、でも組にな、共和国出た時も出させてもらったりして、うんうん、楽しかった、うん、共和国外れました、あ、そうなんや、私もファンの時外れましたね、あ、そうなんや、うん、行けなかったです、大人気、嬉しいな、嬉しいよね、でも絶対寒かったと思います、今年来てくれた人は、うん、めっちゃかけた、やばい、しかもなんか雨降ってたよな、うん、降ってた、めっちゃ普通に多分いたらめっちゃ寒いんですけど、やってる方はめちゃくちゃ暑い、うん、全然暑かったね、うん、楽しかった、そう、雨ね、寒かったですよね、うん、ありがとうございます、震えながら見てた、ごめんなさい、ごめんね、震えてない、辛いね、辛い、それ震えるよね、すっごい楽しい、今年もできたらいいですね、絶対やりたい、本当に来てほしいです、次は長袖できた方がいい、でも長袖でも濡れたら寒いのかな、うん、あ、確かにびちょびちょみたいな、でもなんか昨年とかよりもちょっとやる時期が多分早かったっぽくて、ちょっとだけ寒い時期というか、そうなんだ、うん、
に多分今年はやって、うん、私たち的にはね結構ありがたいんですけど、うん、暑いと結構暑いから、いい感じ、うん、私たちの体温は良、うん、かったです、うん、いい感じにやらせてもらって、うん、おはようやって、おはよう、おはよう、起きたのかい、おはようライブ行きたい、え、したーい、嬉しいね、嬉しい、そうね、頑張るね、うん、頑張りますね、頑張ります、そう言ってくれる人がいるからさ、ライブとかもさできるんですよ、本当に私たちの気持ちだけじゃね、頑張ります、うん、頑張るからね、応援してます、ありがとうございます、ロッキン行ったよ、うん、ロッキン、ロッキン懐かしいね、懐かしい、あ、暑かった、ロッキンはめっちゃ暑かった、ロッキン、ジェミ7頭の熱中症になってましたね、普通に帰り死んでました楽しかったけどね、楽しかった、ね、好きな映画は何ですか、好きな映画、私はフォレスト・ガンプっていうね、映画が好きです、だから逆に教えてほしいです映画、うん、最近ずっと映画見てて、うんうんうん、ほのも見てるの結構だから、うんうんうん、教えてほしいですね、うん、だってよ、渋いってきてる、渋いの、そう、渋全然知らない、わかんない、どうだろう、ラストレーター見た、あ、ラストレーター絶対見に行く、そう絶対見に行く、見ました、いいな、まだやってるよね、うん、全然やってる、そう絶対行く、スパイダーマン、あ、いいね、見たことないかも、ちゃんと、そう、スマホ、あ、スマホ落としただけなのにか、見ましたよ、あ、見た、見た、え、あ、多分ほとんど、え、今回の、うん、白石さんの、うん、いいな、ほとんど見てる多分今の、いいな、いいな、そう、面白かったですよ、そっか、うん、見に行かないと、パラサイト見ました、見ました、うん、あれもう一回見たいな、ね、面白かった、すごかったね、なんか、うん、すごいびっくりしちゃった、うん、びっくりする、うん、びっくりするよ、びっくりだよ、犬、犬、犬、ああ、犬鳴き村、犬鳴き村、うんうんうん、行く、行きたい、ホラーよね、うん、あれは、あれ怖いよ、なんだっけ、あの見たん、見た見た、あ、すごい早い、一人で見た、やっぱりね、映画館学生さんがすごい多かった、そのホラー系だから、どこで見る、いつも、あ、そこら辺じゃなくて、そういうこと、そう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 えー、本当に、でもね、うん、後ろが好きだったんだけどね、うん、もうなんか入ってそこまで移動するのがちょっとめんどくさいなっていうのもあるから、うん、手前で見てるかも、うん、最近は手前端、そっか、ホラー映画大丈夫、大丈夫、大丈夫、びっくりはしますけど全然、うん、する全然一人で見れ、全然見れます、全然見れる、うん、ジョーカーも見ました、見てないのよ、でも買ってみようと思ってさ、あ、もう売ってるもん、うん、早い、買えば見れる、ミッドサマーはね、もう見たんだよ、見たさ、ミッドサマー、あ、昨日絶対見る、そう、昨日だよね、うん、昨日見たすごい、そう、強いな、暇だったからね、行ったんだよ、そうだよ、うん、やばい、時間がさ、もうないのよね、そう、あんまり、何しますか最後、どうしようかね、やばいな、質問いっぱいもらったのにあんま答えれなくてごめんなさい、あ、菅井さんの舞台とか、あ、行きました行きました、一緒に行ってね、そう、うん、すごかった、すごかった、ね、すごい、絶対行った方がいい、すごい、うん、本当にもう、すごかった、すごいしか言えない、本当にすごい、明日行くだって、いいな、大阪ですよね今、いいな、私のねお母さんもね行くみたいですよ、うん、そうなんだ、うん、あれはね本当に行った方がいい、うん、面白いっていうか、頑張り、
微妙なライン。コロナね、コロナね。そうだよね。終わっちゃう。そうね。またしますよ。とか言ってしますか？とか言ってここまで伸びちゃったんですけど、前回もこんなこと言ってたな。次は3人ぐらいで、うん、3人で入るのかな、入るか、無理やりズボって。じゃあ次は井上ご招待で、うん、オッケー。あ、でも井上もねやりたいって言ってたんでね。あ、そうなの。やってくれると思いますよ、多分。分かんない、もう勝手なこと言ったけどでも言ってましたよ昨日。はい、うん、ありがとうございます。大丈夫ですか？楽しかったですか？大丈夫ですか？きつく癒し。それはよかった。よかった。楽しかった。よかった。そう、こんな感じですよ。元気です、元気です、元気です、本当に、ね、そう、元気だよ。皆さんも元気ですか？皆さん元気ですか？元気ですか？おお元気やってまだ来てないまだコメント来てないよ元気やって、よかった。ゆみちゃんち行く？そうですね、ますか急にカリーさーんって。はい、なんです、欅坂に入りたいよってなんで笑うのなんで笑うのね、え、うん、嬉しい。そう、本気本気ならさ、うん、そう思ってくれる人がいるのは嬉しいです。うん、うん、嬉しい。会いたい、会いたいよ。俺も入りたいって。オーディション受けてみてください、まず、うんうん、もしかしたらできるかもよ、本当に。だってさ、うん、言われてなくない？その女の子しかダメみたいな、うん、言われてなくないよ、多分いけるかもよ。待ってるね。待ってまーすいや、ダメだよって。あ、そうなの？え、ダメって書いてたっけ？あ、もう書いてない、書いてないよね。書いてたのかな。普通にダメやろまあそうなのかな、分かんないけど。行きたい国いっぱいあるよ。いっぱいある。なんか前旅行行きたいみたいな話したよね。うん、そう。でもなかなか実行できないもので、うん、して、そう、誘う人がね、なかなか難しいもんで。そうな、して、さっき欅坂に入ってくれてありがとうって人いたよ。いや、本当にそれが一番嬉しい、何よりも嬉しいよ、本当に。そんな、そんな、はい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 。かりんちゃん、ついてるしてついてるしてって。できんのかな、そうなんだポニーテールはできるのかな。お化け、お化け関節がすごいなりましたけど。じゃあ最後、うん、炎のツインテールで終わりにしましょう。いいよいいよ、大丈夫大丈夫大丈夫よ。
まあ、またどこかでやりますね、はい、じゃあどこかで見れることを祈って、うん、ありがとうございました。本当に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 ありがとうございました。いっぱい見てくれたね。おー、たこ焼き、はい、ありがとうございました。大丈夫でしたかね。出て、え、でこれどうするん、うん、思ったよ。どうやって切るの、これどうするん。あ、ありましたね、はい、じゃあ行きます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。またね、またね、またします、バイバイ。